さあ、J リーグジャッジリプレイスタートです。今回も SNS で話題となったシーンを取り上げて議論していきます。ジャッジ解説は元国際審判員家本政明さんです。家本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、そして今回は賑やかになりそうです。ゲストは佐藤久人さん、はい、そして番組初登場、松野智明さんです。よろしくお願いします。ようこそ。やっときました。ジャッジにもやってきました。もう久人さんはちょっと準レギュラー化してきてます。いや、そんなことないです。僕はたまにですけど。槙野さん、番組見ていただいたことありますか？めちゃくちゃ見てますよ。ありがとうございます、はい、もうダゾーンのこのコンテンツ僕大好きですから。あ、クラブハウスもずっと流してますし、はい、僕らも結構これ見ながらあだこうだ議論して、はい、現役時代をやってました。意外にみんなもっと言っていいのになって思ってました。せっかくこうやって並んで映像見ながらやってるんであれば、もっと選手ならではの視点とか、もっと議論しいんじゃないかなって思ってました。もう入りから自分でハードル上げましたね。あれ違う、言わなきゃいけなくなってる。だって結構言うじゃないですか、選手たちも、はい、そうですね、あれなんだこれこのジャッジはとか、はい、だからどっち寄りに立つとかじゃなくて、そうだね、もうフェアにフラットに、うん、ただ言い方を気をつけてる、うん、みんな、うん、あ、なるほど。やっぱり選手の時のこうストレートな表現というよりかは、うん、やっぱりいろんな人にこう伝わるっていう部分では、うん、言葉を選びながら、はい、これ何、誰が見てるんですか、ターゲットは。いや、もうサッカーファンみんなじゃないですかね。レグリーの方たちも見てるんですか？見てるって噂。あ、そう。ただし、うん、あの見ると傷つくから、うん、そうですね。あ、そうなんだ。まあ褒めるところもね、たまにありますけど、ね、いや本当ですよ、はい、お二方、まあ、広島のチームメイトとして、はい、まあ、誰もが知る、はい、感じですけど、仲は、うん、仲いいですよ。僕はもうだって広島というか、あのたくさんご飯連れてってもらったり、はい、お家にも呼んでもらったり、はい、あの僕本当にサッカー選手とはっていうのをひたすらにいろいろ教えていただきましたね、はい、今日僕あの実は前室でずっと二人の仲を家本さん観察させていただいたんですけど、牧野さんが久人さんにずっとちゃんと敬語使ってるんですよ。はい、でサッカー選手同士って意外とフランクになったり年齢関係なくしたりするじゃないですか。だから牧野さんは実はめちゃくちゃちゃんとしてる方なのか、もしくは実は久人さん怖いのか。ちょっと実はっておかしいですよね。俺どんなやつか。あの、なんですかね、面白い方っていうイメージがあるんですよね。そうですね。すごくなんかこう礼儀を重んじる方なのか。いや、当たり前じゃないですか。いや、もうすごいそこはしっかりしてるんですよ。あ、そうなんですね。上下関係っていうか、なんかその人との付き合い方、接し方は、はい、もう18人の時から結構ちゃんとしてました、うん、あ、そうなんですね、はい、僕の中には2個上までは同世です、はい、2個上までじゃあ大丈夫だね。下さんももうちょい上なんだ。なるほど、はい、あと家本さん、ちょっと牧野さんはあの審判資格に興味があるということで、うん、そうなんですよ。え、言ってたね。そうなんですよ。取っちゃう？いや、ね、軽いですね。取っちゃう。取っちゃうっていうか、あの僕みたいな選手上がりが レフリーやるとどうなるのかなと思ったり、そういう視点でサッカーを見たことがなかったんで、うん、おすすめですね。お、いろんな意味で、あとは運転するときにもね、うんうん、ライセンスと、うんうん、まあ、約束を取って、はいはいはい、大事じゃないですか、うん、同じように知ってて、うん、その戦術とかテクニカルにはめるのと、うん、知らずに騒ぐのって全然違うと思ってるので、はい、マイナスには絶対ない、うん、ぜひ、YouTube の牧野チャンネルで。いや、いや追ってくださいよ、ダゾーンで。牧野の、レフリーへの道みたいな、はい、これオープニングちょっと終わんなそうなのでいいですか、本編行って、はい、まあ、今日はセンターバックとストライカーということで、はいはい、うん、ちょっと今回もバチバチやり合っていきましょう、はいはい、皆さん今日はよろしくお願いします。お願いします。今回取り上げるシーンはこちらです。週末に行われた J1 のゲームの中から合わせて3つの事象を選出しています。では早速いきましょう。まずはこちらのシーンです。明治安田生命 J1 リーグ第4節、セレッソ大阪対サガン鳥栖、49分と89分のシーンです。まずは49分、2人に囲まれた鳥栖の長沼がボールを失うと、マイクマに対してタックル、主審はファウルを取った上、長沼にイエローカードを提示します。リプレイで見ると長沼の右足がマイクマの左足に入っているように見えます。続いて89分、セレッソがチャンスを迎える場面です。鈴木の浮き球のパスにカプシャーバが走り込み、抜きにかかったところで倒れてホイッスル、主審は長沼のファウルを取ってさらにイエローカードを提示。これで長沼はイエローカード2枚で退場となります。
リプレイで見ると長沼はカプシャーバに対して手を使って止めているようには見えますが、イエローカードの判定は厳しいようにも感じます。果たして2枚のイエローカードの判定は妥当だったのか、まずはこの事象について議論します。さて、1枚目のカードの理由はラフプレー、そして2枚目の理由は反スポーツ的行為ということだったんですが、2枚のイエローカードの判定妥当だったのか、まずはセンターバック出身の牧野さん、いかがでしょう。まあ1枚目ですよね、僕がレフリーなら、ファールでいいと思う。ファールでいいと思うんです。カードなし。カードなし。僕はね、まあボールにアタックがいってる、ただちょっとこうマイクマ選手の体も入ってるってことを考えたときに、ファールで注意。危険だけど、そこら辺はコミュニケーションでいいのかなって思ったんですね。はい、なるほど。2枚目に関してはどうですか。2枚目なんかもうはっきり言っていいですか、もう論外ですマジで、もうこんなんカードの対象でもないし、近くで見てるし、僕はですよ、J リーグがもっとレベル高くなる上で選手はかなり努力してるし、もっといいリーグにするんであれば、こんなんファール取ってカード出してたらもうゲームクソもなくなるんですよ、マジです。だからこれ例えば僕がディフェンスでファール取られたらマジでボール下叩きつけて芝こんなんやそしたらもうそれでもいやいや、それぐらいなぜこれがファールでカードなの。まず退場もありえない、カードもありえない、もうファールもないです、俺からしたら。いやー、期待に応えてくださるコメントですね。え、だってなんでこれがファールだと思うんですか。俺でも初見は、僕は、まあ牧と同じ、ちょっと厳しいな、これ2枚目で赤になりますから厳しいなって思ったんですけど、やっぱりその主審側の絵で見た時にすごいいい位置で見れてるのと、やっぱりこう手をカプチャーバ選手が中に入ったタイミングで長沼選手が体を入れるのではなくて先に手で胸を押さえて、これがまさに僕はカードの対象なんじゃないかなっていう。でここファールだけじゃなくて、2枚目のカードも久保さんは仕方ないんじゃないかっていう感じですか。僕はそう思います。でなぜならやっぱりこう守備の対応というか、止めるために手を使って、でここは僕はちょっと長沼選手の守備の対応が良くなかったシーンかなと個人的には思います。1枚目は久保さんどうですか。1枚目も僕は牧と反対で、あのボールロストして自分で正しいタイミングでスライディングの判断できてないんですよね、長沼選手が。ここはなんかこうスマートにスライディングをしに行ったっていうよりかはボールを奪われて、で慌てて足を出しに行ったっていう形なので、僕はもうこの判定は妥当だったのかなっていうのは。まあ久保さん言うようにこれ自分で仕掛けて捉えてるから、その後のプレーだから印象は良くないですよね。確かに確かにそれは印象は良くないですけど、ただもう本当にこれでよく見るんだったらコースにちゃんと行ってて、マイクマ選手も来るって分かっててちゃんと前に足出してブロックしに行ってるんで、これがね、でもね、左足だったら、長沼選手左足だったらそのマイクマ選手のコースに行ってるっていうのは分かるんですけど、右足なんでどちらかというとマイクマ選手の体に近いところってなると、やっぱりその危険なタックルと見なされてもおかしくないな。これがなんかコースに行ってるっていう見方は主審が見てる位置からするとちょっと難しいんじゃないかなっていうのは個人的には思いました。これ足の裏は相手には向かってないじゃないですか。向かってない、そこが僕はちゃんと配慮はあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよ、ただその行き方の勢いとか、その取られた後のシチュエーションというところが、まあ牧野さんおっしゃるように、ちょっと印象はもしかしたら悪かったかもしれないなとは思うんですけど、まあ、あとは単純にスライディングの技術が、僕長沼選手後輩なんで、うまくないです。先輩厳しい。もっとアウトでこうやって、これはそれこそ牧の、牧はドイツでもやってたので、やっぱりドイツとかそういったところでは、やっぱりこうタックルの技術っていうのは非常に高いですし、僕もあの、ジェフのアカデミーユースの時にスライディングの練習を天然芝の時だけはやったんですよ、だからこの場面でも右足でやるのではなくて左足を出した方が間違いなくこうスペースに対してこう縦パスのボールを切るみたいな、なんかこうタックルの技術っていうことを考えてもこの場面は少しいいこう反応にはならなかったかな。多分牧野選手であればもっとスマートに、スペースに足を出してこう侵入を防いだと思う。なるほどね、これはね結構貴重な意見だと思うんですが、まずカードが必要かどうか、家元さん、どうですか。印象の話、
は1枚目の方は確かにあのお二人が喋ってたようなところも僕もそうだなと思うので、まあパッと見の印象はまあイエロー仕方ないのかなって印象を持ちました。ただ別アングルというかな、まあそのアングルからレフェリーチームが見ることは無理、いやそのバックスタンド側の映像があるじゃないですか、それを見る限りはスパイクの裏は相手向けられてない、まあもちろん足が出てくるところに足が裏が向かった事実はあるといえ、まあそれをどう見るか、安全に配慮がないのかあるのかっていうところはあるにせよ、スパイクの裏が相手選手の足に当たった事実はないので、ポイントオブコンタクトはスパイクの裏ではなかったっていう話です。で、そのまま地面についた後にコンタクトがあるので、それがまあ無謀な行為あるいは力って言えるかというとやや欠けるので、お出ましたね。行きますか。ちょっとこれを使いますか。程度、まあフリーキックは間違いないってことは皆さん分かると思うんで、まあこの中段に来ると思うんですけどね、僕の印象はそういう事実関係をもとに見ていくとやや足りない、だからイエローカードが出ても現場のレベルではまあ致し方ないって思うところはあるんですが、厳しいかな、そもそもが、ただプレーの選択としてここで本当にスライディングタックルって判断が本当に良かったのかっていうのはお二人に聞きたいですし、別の方法があるって個人的には思うんですよね、でかつその安全をそのだいぶこう痛めてるようなその無謀さがあるのかっていうと足りないので、まあ言っても60ぐらい、なので出る印象はまあ分からなくもないが、こうして細かくシーンを見ていくと、やっぱりやや厳しいのかなっていう印象を持ちますか、はい、今宮じゃどうですか。これがね、難しいんですね。テクニカルの話、結論のテクニカルから言うと、多分80ぐらいいくのかなと、細かくいけば、これ後で説明します、僕の印象は1枚目と一緒で、やや厳しいかなと。でフリーキックとなる、まあ、要件っていうのかな、大きく2つあるんですよ、7項目がその不用意に無謀に過剰な力で、反則を行われたと主審が判断した場合、だから事象プラス判断が入るって話ですね、でプラス、5つぐらい、これはその行為を行ったことだけで直接フリーキックになりますよって大きく2つ、分かれてるんですよね、でこれは相手を抑えるって行為なので、相手を抑えるっていうのは競技規則上直接フリーキックになりますよ、だから程度関係ないって話ですね、っていうところでまずフリーキックは確定しました、で、イエローカードの理由なんですけど、おそらくこの番組によくよくあるそのスパ、相手競技者の相手チームの大きなチャンスをその阻害するような行為、でその要件はどういうことを、考慮してやるのかっていうと、まず自分のそのアタッカー側の選手、セレソン選手ですね、の前にどれぐらい大きなスペースがあるのか、大きなスペースありますよね、でゴール方向に向かってるのか、ゴール方向に向かってますよね、で距離も十分近いと言える状況、この部分で言うと、イエローカードの匂いがプンプンしますって話ですね、でところが僕がじゃあなぜ思いっきりそのイエローカードと思わないかっていうと、ディフェンスの枚数等々を見た時に十分揃ってる、で他のセレッソの選手たちの位置関係を見た時に、トス側が崩されてるとか、そのそれほど大きなチャンスと言い切れるのか、チームとしてね、チームとして言い切れるかっていうと、ちょっとそこは下がるのかな、かでそこをこう見比べた時に真っ黄色にはない、イエローカードの匂いはするんだけど、真っ黄色とは言えない、そうすると、この事象は懲戒罰とした時に幅があるって話をいつもしてるんですけど、で僕は幅があるんであればこういうところに完全に来るっていうんだったら、もうこれは1枚だろうが2枚だろうが関係ないよねって言えるんですけど、ここは十分考慮ができるシチュエーションなのかなと、って思うので、そういうことを考えた時に、あー絶対じゃない、まあなしでいいかなっていうのが僕の意見とか見解ですね、結局じゃあカードなしこっちに両方、僕がもし現場のレフェリーだったら、僕がもし現場のレフェリーだったら両方ともあのこうちょんちょんってなんか、それは井山さん2枚目だからっていうことも入ってきますか。あ、これは一応多くの人が気にしてると思うので確認したいんですけど、まあフットボールのそのレフェリー会に
2枚目について、うん、っていうことは競技規則上ありません、うん、競技規則上、うん、ただし、うん、その慣習っていうか、うん、その暗黙の了解値みたいなところではあります、うんうんうん、やっぱり1枚目以上により2枚目に関しては丁寧に見ていきましょう、うん、判断しましょうって、うん、でこういうような幅があるので、うん、そこが本当にもう目もつぶれない、うん、上空だったら致し方ないんだけど酌量の余地があるような場合には出すこともいいし、うん、少しそこマネージゲーム全体 の, その魅力とか面白さとか、うん、そうい う, こう選手の意図とか、まあ、得点差いろんな環境ってあるじゃないですか、うん、そこを踏まえてここはドーンといかなくてもいけるよねっていう場合には、1枚だろうが2枚だろうが関係ないっていうのが前提の話、うん、なるほどね、ただし、レフリー界にはそういう考え方はあるにはあります、うん、それは僕海外に行った時も、まあ、そういう話が言われましたし、うん、それこそ日本は、レイさんはじめ、ね、イングランドのそういう素晴らしい方々が指導に来られて、うん、彼らもそういうことは言います、うん、ただし絶対じゃないと、うん、1枚だから出さない、うん、2枚だから出さないっていうのは前提としてこういうところが絶対だったのにそれを調整するものじゃないよと、うん、だから2枚とも僕は、絶対なのって言った時に絶対に来ないっていう領域なので、うん、幅がある幅がの中で僕 の, そのフットボール感とか経験を見た時に両方とも必要なのかっていうと、うん、絶対必要とは思わないなのでこういう話ですかね、うん、今村さんって僕めちゃくちゃ現役時代からもお世話になってる方で、はい、コミュニケーションめっちゃ取れる方、はい、選手からのシーンも、はい、相当高いんで、だってさっきお好きだって言ってたじゃないですか、僕はもうお好きです、はい、この時どういう風に選手とコミュニケーション取ってたのかがちょっと、うん、気になるところであるんですけどここはレフリーのそのレフリー感とかフットボール感が入ってくると思ってて、うん、結構珍しく今村さん怒った顔をされてるじゃないですか、うん、で手で止めるっていうのはフットボールなのっていうと、今村さんもしこれからタックルとかに行ってるんだったら、はい、あ、ボールに行こうとしたよねって多分、うん、それはフットボールだからってもしかするとそのさっきの幅みたいなところが変わってくる、うん、で手はフットボールじゃないって多分考えがすごく強いのかなと、うん、そうするとそんなので何やってんだっていう感情で思ってる、うん、で繰り返しますけどもう一つは選手のプレーの選択がこうやっぱ手から行くってやっぱ印象はすごく悪い、やっぱりこう体で行くとか、うん、もっとコースの消し方って対応の仕方ってあると思うんですよね、うん、でこれは結構世界的にも言われてる話で、うん、やっぱり手は手で何かをするっていうのはフットボールじゃない、うん、なので選手もプレーの選択っていう時には違う方法をまず考えるようにしていただけると、うん、もうちょっとこう変わってくるのかなと思いますけどね、うん、使い方ですよね、なるほどね、うん、みんな使ってるけど使えの 見え方っていうところね、とかうまい、やっぱりそこはあります、ね、それはあるかもしれないですね、うん、間違いではないよっていうことですか、うん、あ、両方間違いとは思わないです、うん、テクニカル上、うん、ただし、うん、そのフットボールをどう考えるか、レフリーとしてどうある形が望ましいのかっていった時に、うん、もう少しこう猶予があるっていうか、うん、検討の余地ってあるシーンなのかなって思いますかね、うん、なるほど、わかりました。では次行きましょう。はい、明治安田生命 J1 リーグ第4節 FC 東京対横浜 FC72 分のシーンです。 FC 東京のチャンスシーンです。ボールを持った小泉が前方に出すと、これに走り込んだディエゴ・オリベイラがペナルティーエリア内で転倒。しかし主審の笛は鳴りませんでした。リプレイで見ると対応したアンドカボニフェイスのスライディングはディエゴ・オリベイラに接触していないようにも見えます。結局 VAR チェックも行われた上でノーファウルのままとなりましたが、判定は妥当だったのか。続いてはこのシーンについて議論します。さて、ノーファウルの判定となったシーンなんですけれども、まあ、これがファウルでないのであればシミュレーションでイエローカードを出すべきではという意見も寄せられておりました。この試合久里さん中継の解説を担当されてましたけど、はい、ね、はい、現場の印象も含めてどうでした。接触はないなっていうのはもうすぐだいぶ分かったんですけど、うんうん、あとは少しスタジアムも接触どこではなくて、はい、やっぱりディエゴ・オリベイラ選手のそのチャンスを、まあ、ウドカ・ボニフェイス選手のこうスライディングで潰した、うん、だから接触なくてもこれ、はい、PK じゃないっていう、結構そのブーイングじゃないですけど、なんかそういうような雰囲気でしたし、うん、やっぱりこのスライディングがなければ足をこう避けることなくフィニッシュまでディエゴ・オリベイラ選手行けてたと思うので、はい、まあ、接触はないんですけどね、ただこのスライディングが間違いなくディエゴ・オリベイラ選手のプレーに影響を与えたかなって個人的には思うので、うんうん、あ、 PK になるかなと思っていたんですけど、はい、何もない、うん、はい、久里さんは PK 取るべきと思いますか、うんうん、じゃあ
なんかあのスライディングはストライカーからすると気にはなりますし、うん、じゃああのまま避けずに走っていたら怪我をする、うん、で避けて結局、まあ、ボールも出てますし、うん、なんか頑張り損だなって思います、うんうんうん、牧野さん、はい、どうですかセンターバックとして。マジではっきり言いますよ、うん、VAR とこの瞬間で言うとファールかファールじゃないかさ、ファールじゃないです、うんね、かかってはない、うん、ただですよ、僕がディフェンスで運動家ボニフェイス選手だったら 100% スライディングいかないです。これはこのパスでこの抜け出しでこのスライディングのチョイスはまずしないです。だから久田さんが言うようにストライカーとしてはスライディング来て避ける時で考えた時のストレスはあるので、かかったかかってないかで言ったらかかってない。ただこれをこけないとやっぱシュートだったりディエゴ選手のこの後のプレーにも影響するんで、これはあくまでシミュレーションというよりかは受け身を取りいってるっていう印象僕からすると、このまま行ってしまうとキーパーと多分もうガシャンってなって2人とも壊れる可能性もあるので、まあ、ある意味これは受け身なので、ファールかファールじゃないかさファールじゃない。ただ僕がディフェンス目線で言うと絶対にこれはスライディングいかないです。そこに問題があるかもしれないです。じゃあ牧野さんはこれ PK なしでいいっていう感じ。これはもう VAR も発動してるし、はい、よく見たなっていう印象です。ストライカーも守備者がどういう反応してるっていうのは見えるんで、そこのなんかとっさに判断を変えるっていうのは、できればやっぱりこう自分でプレーを続ける、うん、ディエゴ・リベラ選手のように自分がシュートを打つ、スライディング来ても自分がシュートを打ちに行く、でも結果そのいい選択をしたのになんかシュートまで行けなくなった、この頑張り損になってしまうのはちょっと個人的にはかわいそうだな。これファールにならなかった、 PK にならなかったっていうのは、ディエゴ選手が避けたからこそそうなったわけですよね。そうなんですよ、そう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 、分けるとしたらファールの方になるのかなっていう感じもありますよね。って思いました。でも接触はないんですよね、だからそこをどう見るかっていう。あと久田さん、僕個人的にこれ見て気になるのは、これがファールとするならば、はい、ドグソの可能性もあるんじゃないかなって思ったんですよ。いやいや、まあまあまあ、そこはですよ、ね、間違いなくそういった、はい、そしたら PK プラス退場の可能性もあるっていうことで、家元さん、これちょっと、はい、すいません、ドグソかどうかについてもちょっと触れてほしいなって個人的には思うんですけど、いいポイントを2人ずっと話されてたなと思って聞いてました、はい、まあ、タックルに行く行為が不用意か無謀か過剰な力って判断されれば、直接フリーキックとなるってことは謳われてます、でなのでそれって裏を返せば接触があろうとなかろうと思っているのはありますと、影響っていう話ですね、はい、ただし、基本的にボールにプレーをする意図ってことは十分尊重されるとか、はいはい、その危険とか配慮っていうところで言うと、はいはい、まあ、十分タックルリスクはあるんですが、はい、そのファールタックルと言えるタックルなのかっていうと、まあ、やや厳しいのかなと、なのでこれをフリーキックに仮にするレフリーがいたら、競技規則テクニカルの細かいことを見ていけば、まあ、キックがゼロじゃないかもしれないですけど、これをフリーキングすると結構フットボールじゃなくなっちゃう、厳しいのかなと思うので、フリーキックにしなくてよかったなっていうところが一つです、で次ディエゴ選手をどう見るかなんですが、まあ、映像で見る限りは、まあ、100% とは言い切らないですけど、かなり高い確率で、コンタクトはないように見えます、でタックルに来たことを分かっててうまくかわしました。そうですね、でその後に注目してほしいんですけど、足はちゃんとついてそのままボールにプレーしてるような仕草があるかどうか、でいうと、このようにやや左足から崩れてるような印象を持つ、とすると、ここに、競技規則の反スポーツ的行為に対する警告って項目があるんですけど、例えば負傷とか、まあ、ファウルをされたふりをして、シミュレーション、まあ、主審を騙そうとするっていう項目があるんですね、100% シミュレーションとは思わないですが、 100% シミュレーションじゃないとも言えないシーンなのかなと、でトータルで考えて、現場のレフリーがこれをまあ、さも反則があったかのように欺いた感じる方もおられると思うんですよ、そういう観点から言うと、PK はない、ただしディゴ選手に関しては、まあ、警告がっていう判断をされるレフリーはいると思います、いると思います、ただし先ほどもあるようにタックルはじゃあ全然影響ないのっていうと、僕はやっぱりゼロじゃないって話だし、僕もそう思うので、ここは両方ともなしだから、現場の判断っていうんですかね、このままプレーを続けさせるっていう話が良かったのかなと、ですると、VAR は PK がどうかの可能性を見ます、コンタクトありません、影響のあるタックルとも言い切れない、
でなので PK はない、うん、でシミュレーションがどうかっていうところに関してはオンフィールドとは違う話になるので、うん、VR はチェックコンプリートをしたっていうところですかね、うん、おそらく今の、レフリーたちはこれをはっきりと、まあ、絶対これフリーキックだよねって思う人ってどれぐらいいるかというと多分だいぶ下がる、うん、言ってることわかるんですよ、言ってことはわかるんですけど、うん、これを反則かっていうと多分だいぶ下がるから、うん、リコメンドをしない、で仮にリコメンドした時には道具とかどうかっていうと、ね、ボールにはチャレンジいってるから、はい、フリーキック PK になるけど退場にはならないっていう、一段下がるっていうんですよね、はい、これでも久さんストライカーの視点で言うと、うん、ちょっとかわいそうな気もしますよね、これは頑張り損でしょ、うん、テセいたら多分30分ぐらいテセ話しますね嫌なのが、あの守備者の当たってない当たってないっていう、あのこれがイラつくんですよいやそこじゃねえだろ、基本的に選手これとこれは当たってるよですかこれは当たってないよじゃなくて当たってるよですごまかしこれも触ってないよは触ってるよですか、なんか今日は本当の試合中に審判と選手がこう正義と正義をぶつけ合うみたいな、いやすごい見てて今日面白いですなんかもう俺は VAR のこういうシーンが起きた、はい、VAR の部屋でこういうコミュニケーション取ってたっていうのをもっと出した方がいいと思うんですよ、こういう話し合いがあったからこういう映像の見方をしたからこういうジャッジを下ったってやれば、多分両チームのサポーター選手もう理解できるじゃないですか、そういう話し合いがあってこうなったのねって答えに出し方なんかあったんですよね、一回その VAR の音声が出したの、あれめっちゃすごいいいなと思ったんですけど、ちょっとそれはじゃあ掛け合ってみてください、大宮委員長大宮さん、大宮さんお願いします、もう何回もカンペ出てるんで、はい、次行きましょう、はい、明治安田生命 J1 リーグ第4節ガンバ大阪対サンフレッチェ広島、後半アディショナルタイムのシーンです。ガンバが最終ラインからビルドアップ、しかし三浦のパスを受けたゴールキーパーの東口のパスが中途半端となり、こぼれ球がベンカリファへ、そこへネタラビーがプレスに行きますがここでホイッスル、主審はネタラビーのファールを取って広島に PK を与えます。ただリプレイで見るとベンカリファの左足の裏がネタラビーの右足に先に接触しているようにも見え、ベンカリファのファールのようにも見えます。結局 VAR の介入はなく、ネタラビーのファウルで PK のままとなりましたが、判定は妥当だったのか、続いてはこのシーンについて議論します。さて、この試合はですね、この後 PK を三田選手が決めて、うん、それが決勝点になったので、うん、より大きな話題となったんですけれども、うん、まずちょっとツイッター紹介しますね、うん、ネタラビー選手がシュートブロックに滑ったのをかわそうとして接触したシーンですが、これはファウル判定妥当でしょうか、うん、広島の選手の着地位置もおかしいですし、うん、疑問が残りますという、うん、牧野さん、これはもうアディショナルタイムで同点の場面で、いやこれは熱くなるところですけど、そうですね、どうですか、それはやっぱり中盤の選手、取られた選手はやっぱりこう必死になって戻りますけど、うん、まあ僕がディフェンスでもこれやると思います、うん、この時間でやっぱりもう失った、やばいまずいと思って、うん、やっぱボールにアタック行く選択も僕もしてたと思います、うん、で広島側からすると、まあ、この時間でボールを奪えたファールっていうアピールもあるけども、マジでこの後の森島選手のシュートはパーフェクトですよもうそこね、これマジでワールドクラス、これさ、でも中堅の時気づかなかった、これはすごい、すごい、これレフリーがもし、うん、笛を吹いてるんですよね、もう、はい、先にね、笛吹いてるんですよね、笛吹いてなくて、まあこれがプレーしててゴール入ってれば PK 云々じゃなくてゴールでもう OK ですよ、うん、そうですね、うん、まあファールかファールじゃないかっていうところの話になると、うん、僕はまあファールだと思います、仕方がない、もう仕方ないです、はい、取られ方、時間帯、うん、印象ですよね、うん、取られた選手がやっぱり追っていってアタックする、うん、もうこれは本当に致し方ないですよね、うんうん、まあ、牧野選手はネタラビ選手の気持ちも分かる、分かるし、自分が同じ立場でも同じことします、うん、はい、あそこでじゃあ一歩二歩下がってこう冷静に対応するだけの冷静さはこの時間にはないです、うん、はい、そうですよね、肉体的にも疲れてますからね、そうですね、ましてやだって周りの選手も広島の選手たちはフリーの選手もいますもんね、うん、うん、ってなったらやっぱボールにアタックいきますね、久田さんどうでしょう、はい、そうですね、僕もこれ自分が解説担当した他の試合終わってすぐこの試合を見てたんですけど、うん、はいはい、
リプレイになった時にやっぱりそのベンカリファ選手の左足の足裏がやっぱりネラビー選手のところに入ってたので、うんうん、もしかしたら判定変わるかな、逆のそのサンフレッチェのファールになってもおかしくないのかなって少し思っていたんですけど、うんうん、なんか本当にアングルによってちょっと見え方が違うんで、うん、足の裏が先にネタラビ選手を削っているようにも見えるんですよね。家元さん、どうですかこれ。はい、まあ、正直な、僕のまあ感想とか印象も、うんはい、ダゾーンで見てた時には、うん、VAR が介入しない意味が分からなかったんですね、うん、ダゾーンの映像では、はいはい、でも VAR にはそれ以外にも十何台のカメラアングルがあって、うん、で結果的に入らなかったってことは、うん、ダゾーンの視聴者が分からない事実があるんだろう、何か裏側に、ただし映像中継映像で見る限りは僕は理解できなかったです。そうこの足裏を踏み付けに行って反則が反対だし、しかもイエローカードに匹敵するような、そうですね、結果的ですよ、別にあのベンカリファ選手が相手に行こうというか来るからブロックに行こうとした、でネタラビー選手はまあコースに行こうとしてるっていうところのお互い配慮がある状況なんですけど、絵だけで見るとスパイクの裏で左のふくらはぎ内側を削ってるようなシーンがあるんでちょっと理解できなかったんですよ。そういうふうに見えますよね。ただし繰り返しますけど VR がフォローしたっていうことは何か我々中継で見てない事実があったんだろうと思って、今日来ました、はい、制作チームは素晴らしいですね。素晴らしい。その映像を僕に見せてくれました。コスが、それがこれです、うん、この映像を見る限りは、うん、先にポイントはスパイクの裏が左のふくらはぎではなく、うんうん、右膝がベンカリファ選手の足にまずコンタクトしてます、はい、時系列で、うんうん、なのでこの時点でファールが、成立してます、うんうん、でその後払われた結果、うん、スパイクの裏が相手に当たるような、はい、いやこれはすごい。でこの映像を見るとこれファクトなので、うん、あのまあ、現場のレフェリーがこう見えたかどうかは別としても、うん、映像の事実でいうとこれがある以上、時系列でいうと、うんそうね、スパイクを踏んだじゃなくてそれは、はい、コンタクトがあってその結果踏んでしまったと見るので、VAR チームが現場のレフェリーをフォローしたっていうのはこの映像で言うと、ああそうかって納得か、まあ難しいと思うんですけど、こういう絵が画像の中でも出てくると視聴者は、ああ本当だって言えるんですけど、まあ実際にはなかったので、これでも本当に選手では見えない、分かんない、分からない視点なんで、さすがですよね。エモさん、ちょっとあの面倒な質問1個していいですか。牧野さんに僕が答えられます。まさにこの状況なんですけど、うん、これは例えばあのネタラビ選手に対してこのベンカリファ選手が左足を出してる、例えばこれがイニシエートしてるってことにはならないんですか。いいポイントですね。いいポイントですね、うん、まあイニシエートと言えなくもないですが、うん、絶対そうだとも思わない、うん、あくまでもそのイニシエートどちらかというとぶつけて、それを装ってファールを受けようという感じ。これはあくまでもそのブロック、そのボールと相手が来るのを抑えてプレーしようという意図で、ガンバの選手もそこのところは配慮あるボールじゃなくてこのコースを消しにっていうところなので、まあイニシエートだからノーファールっていうふうには思わない。まああと勢いも結構あるじゃないですか、そのガンバの選手が。だからガンバの選手がそう一切相手の方向に向かってなくてぶつけに行くのがイニシエートっていうんですけど、この場合はコースには行ってるとはいえ、右足はベンカリファ選手の方にチャレンジ行ってるって十分見れるので、まあファールタックルとかチャレンジで十分見れると思います。あと右足 の, そのベンカリファ選手が右足のインサイドでこうワンタッチこうターンというか、このターンがうまかったんでイニシエートにはちょっと見えないですよね。なるほどね。これでも本当にファールかファールじゃないかの前に、森島選手めちゃくちゃいい守備してる。そうそう、だからめっちゃいい守備してる。その一個前がここ三田選手が一度移動しながらこの守備の連動。いやこれめっちゃいい守備っすよ。この守備ないとこれ生まれないからね。クリーンなタックルでしたね。いい守備でいいシュートだしな。まああと審判的な話観点で言うと、これ独走なの？独走じゃないの？っていう観点もあるのかなって思うんですよね。このタックルを無謀と見れれば、その独走スパー関係なく、
言える無謀なタックル、はいはい、でまあ勢いからすると、まあ、無謀なタックルとも言えなくもないのかな、うん、だから絶対にイエローカードとは思ってない、うん、だから ラフなその無謀なタックルと言えなくもないので、うん、あのもしこれでイエローカードが出てっても問題ない、うん、で今度はスパかドグソーで言うとこのボールのコントロールの位置後ろに下がってるじゃないですか、うんうんはい、そうするとやっぱりゴールに向かってるとなかなか言いにくいとか、うん、ディフェンスの そこにも選手がいるとか、はい、だから距離が近くてボールの中央で、はい、っていうあるんですけどいわゆる4要件、はい、5項目っていうところはなかなかティックフルマークにいかないので、うん、ドグソにならない、うん、でボールに行こうとしてチャレンジなので、うん、そもそもまあスパッとして一段下がってなしっていう判断はできる、はい、じゃあノーカードかっていうと無謀なタックルとして出すっていうのかなそういう判断はできるのかなっていうシーンですかね、うんうん、なるほどこれはでも細かく見ないといやーすごいこれでもこれ VR はなかったから立証されたんですよ、うん、だからゲームのレフェリーがどう見たかは別としても、うんはいうん、まあペナルティキックって判断されて、うん、VR がそれを立証した映像としてっていうシーンですかね、うんうんうん、だからレフリーあっぱれですよねこういう本当見るとさすがだなって選手では分からないところの見え方だったり、うん、あの判断ですから、うん、いやすごいですよねこれは、うんうんまあ、審判団やっぱり大変な仕事ですけど、うん、こういうところで素晴らしいジャッジをされてるってこともよく伝わるといいですね、うん、はいというわけでじゃあ家元さんこれは、まあ、PK になっても仕方がないということで、うん、よろしいですか、うん、そう思いますはいわかりましたさて今回は最後にナイスジャッジ一つご覧いただきます、アルビレックス新潟対川崎フロンターレの22分のシーンです、高い位置で、切り替えてボールを奪ってからショートカウンター、まあ、すぐにゴールが決まったこれ伊藤亮太郎選手の素晴らしい、ゴラッソだったんですけどまあ、ファウルがありながら主審がアドバンテージを適用したことでこのゴールにつながったというシーンでした家元さんこれはよく流してくれましたねいや素晴らしいですねあのレフェリーとしても気持ちいいですしそのフットボールに関わっている人たちも、うん、あの気持ちいいありがとうナイスプレーっていうのを選手たちに対してですけどね、うんはい、さん本当は僕これ中継やってたんで、うん、ここに言及できなかったことを反省しなきゃいけないんですけど新潟が本当にすごくいいサッカー。いいサッカー。見た見た見た。はい、あ。もうなんかね、そればっかり心動かされちゃって。いいんじゃないですか、それはその見方は。あと、槙野さん、はい、伊藤亮太郎選手、裏ではなかなか活躍できなかったというか、出場機会があまり与えられなかったんですけど。はいはい今すごいですね。そうですよ。僕はあの可愛がってた後輩なんです。あ、そうなんですか。はい、僕が引っ越すたんびに僕の家に来て宝物探しに来ました。いっぱいいろんなもん持ってったりもしてたぐらい当時からすごかったんですよ。もう高校時代から裏の練習に参加して、うん、僕もうプロ全然負けるとこないんでみたいな。あ、そう。もう本当にこんな強気。で当時からもうファンタジーって言われてるぐらいゴール前でヒールリフトしたり、うん、ヒールしたり、もうフリックしたり、うん、もう味方が予想もしないようなプレーをするんですよ。うん、でそれが今ようやくこうやってこうマッチしてるというか、うん、すごくいいですね。楽しみですよね。うん、ちょっと話が僕のせいでずれちゃいました、ね。すいません、すいません。でもレフリーナイスでしたよね。はい、本当にやっぱりこういうゴールはああいうアドバンテージがあるとイエモさん生まれたりするっていうことですよね。やっぱそのフットボールと選手の邪魔をしないレフリングってのはすごく大事だと思います。はい、うん視聴者の皆さんもこういうシーン見つけたらぜひまた送ってください。いいですね。うん、このコンテンツでは毎回視聴者の皆さんから取り上げてほしいシーンやテーマ、さらにナイスジャッジに関する事象をツイッターで募集しております。ハッシュタグジャッジリプレイで取り上げてとつけまして投稿してください。サッカーにかかる皆様へのリスペクトは必ずお忘れなくお願いいたします。というわけでですね、今シーズンも J リーグジャッジリプレイ毎週火曜日の朝配信予定です。で次回も槙野さんまたゲストに来ていただきます。また呼ぶんですか。はい、いやいや喋り足りなかった。だからだ今日だいぶ押したけど今日だいぶ抑えたっすよね。抑えたの。はい、でもなんかこう初めて出ましたけど、はい、めちゃくちゃいい番組だと思ったんです。あ、本当ですか。うん、ちょっといろいろね、今日盛り上がりましたけど、やっぱりストライカーとセンターバックっていうのも、それがいいっすよね。面白かったです。それがで、ちゃんとレフリーの視点でやってて、それぞれ違う角度からの意見じゃないですか。なんか俺、それ楽しみにしてますよ。はい、それやってました、じゃあジリプレイでこれまで。いや、多分僕も来週具合悪くなってます。僕らがどれだけ散らかしても、家元さんがちゃんと回収してくれる。さすが、さすが。なのでそれはもう家元さんに任せて、はい、次回も好きなようにお願いします。久田さんいかがでしたか。いや本当にあの牧がこう守備側の目線とかで、はい、僕とちょっとやっぱり考えが違うことを発信してくれたんで、うんはい、すごいいい議論ができて、それを家元さんがうまく拾って説明してくれた、うんはい
本当にあの活発な議論の、はいはい、でもいいっすよね、これで同じ意見だったら、ね、うん、そうなんかまた違うし、うん、まあ、つまりサッカーのジャッジに関してはもう三者三様、まあ、あると思います、いろんな意見があるっていうことですよね、それでいいんだと思いますし、うん、はい、そういう議論することが醍醐味でありますからね、うん、いいと思います、はいはい、というわけで、まあ、久保さんもまたぜひ、はいはい、来ていただけると思いますので、はい、よろしくお願いします、はいはい、というわけで今回皆さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。